十日町市内で収穫された魚沼産コシヒカリのナンバーワンを決める三枚グランプリ。今年は44点の中から米の品質や光沢で評価の高かった4点が今日の試食審査に進みました。米を研ぐ回数を同じにするほか、同じ種類の炊飯器で炊くなど条件を揃えて審査します。見事な艶をまとった炊きたての魚沼産コシヒカリ、審査員の関口市長や消費者の代表がじっくりと噛みしめながら味の違いを確かめた結果、中町和久さんのコシヒカリがナンバーワンに選ばれました。香りと舌触りとね、あとその噛んでいった時のその甘みですかね、全く違うもんだなと、初めてこういうのを初めてやりましたから初めて気づきました。とってもみんな美味しかったんですけど、私も青は一番につけたんですけど、やっぱり食べた瞬間これ一番美味しかった。受賞した生産者は来月11日に表彰されます。